トラオの過去上映会に対する読者の反応集。トラオと関わったネームドキャラを上映会が終わらないと出られない部屋にぶち込んで鑑賞してほしい。トラオはその間棺のようなものの中で眠らされて物理的、概念的に救出できない状態。上映するのはフレヴァンス滅亡から現在までをトラオの心情付きで。旗揚げから七部会の間にも政府関係の闇をいくつも見てそうだからそれも追加で流そうね。みんなで曇れば怖くないさ。人の心。ロビンは真顔で最後まで見るという自信がある。歴史というものに誠実。フランキーは上映中ずっと泣いてる。お前誰のでも泣くやんけ。悲劇起きる前の子供の頃見て意外だ。って思われそう。ハートの海賊団全員寝込みそう。ローは前世で何かやらかしたの。チョッパーが切れすぎて直視できないくらいになってるんじゃない。どうせなら生まれてから幸せに暮らしてるところも映せ。ローが生まれてめちゃくちゃ可愛がってると王様母様の映像とモノローグ流そうな。ママファウガーガラミを出産し終えて初対面するトラオも流そう。今日から俺が兄様だ、と生まれたばかりの妹を愛おしく眺め、そんな兄の指をぎゅっと握ってくるラミに、この子は俺が守ってやるんだ、と固く決意するトラオの心情付きだぞ。上げて落とす。2回。あかん、見てる全員の情緒おかしくなる。チョッパーとか怪物形態になって切れてそう。両親に頭撫でられながら、大きくなったらと王様母様みたいな医者になる。って言ってるとこも入れよう。医者にはなれたね。これ隅っこにドフラミンゴファミリーもいるんだよね。キャプテン、今日は好きなご飯出しますからね。ダシギアスモーカーはどういう気持ちで見ればいいんだ。ベルゴに助け求めて情報渡しちゃったシーンで、あ。って口押さえて涙こぼすダシギ、ブチ切れてじって掴んで立ち上がるスモーカー。改めて13年前からずっと裏切り者だったベルゴに心かき回されそう。先生、これは原作のみの絡んだメンツだけですか？原作外だと、ハンコックあたりがなかなかメンタルに来てそうだな。ハンコックが胸に来るのはタイのお頭とコアラじゃない？まあどっちにしろさらに世界政府にいい感情持たなくなりそう。戦国さん。マジで何もなかったら優しい医者になって国中の人を救い続けてたはずだからな。30億の海賊が生まれたのは全部世界政府のせいですよ。ベポは泡吹いてぶっ倒れるしペンギンとシャチは目を覆うし、ジェンバールはただただ静かに見る。終わった瞬間抱きしめに行く奴が多数発生。ドレイクとの運命的なすれ違いが明らかになるところみたい。麦わらの一味は総出で抱きしめに行くけど、きっと海賊団は最後まで無表情で見続けるし、終わっても何も見なかったくらいの態度で帰りそう。ローはどっちの対応もありがたそう。海兵が軒並み曇るのだが、戦国が食べているせんべい落とすレベル。ネームドキャラ、ジャシゲも入れよう。イダグも長った。このシーンっていうか、ローとコラさんの逃避行をドフラに見せたい。知ってたはずのコラさんが病に侵されながらも幸せそうなローの姿を見たら、過呼吸になるぐらい泣いてそう。冒頭はトラオの声でフレヴァンスという国の説明で開始、から10分くらいまで幻想的で平和な国で生きる少年トラオ、特に妹ちゃんと仲睦まじい様子を映してそこから転げ落ちるように滅亡が始まるって感じかな。これ、シーザーも見るんか。むしろ心情付きならドフラミンゴに見せたい。今更反省も後悔もしないだろうけど、一時確実に存在したローとの絆を壊したのは自分だって知った時の反応を知りたい。知り合いならコビーとかも見るんか？コビー泣いちゃう？ワノ国の奴らも見てるってことはキッドとかも見てるの？なんかとんでもねえ空間だな。あ、追加で、最新話時点で死亡済みキャラは参加できません。死人に口なしって言うからね。あと、ちょくちょくふるさとやコラさん関係の悪夢を見て苦悩したり懺悔したりするローが挟まるんだね。ドレイクも見る？そしたらあのすれ違いの少年が自分だったって気づくかな？もう知ってるかもしれないけど。いろんなところで言われるけど、ダシギちゃんはフレヴァンスの事件よりもベルゴが登場したあたりは精神に来てそう。海兵を頼った少年がスパイだった海兵にボコボコにされるの G5 の部下たち思い出さない？曇るスレなのにトラオが眠り姫状態なのがじわじわ来てしまう。自分が眠らされてる間に幸せだった過去も乗り越えてきた辛いこともさらされて、周りが曇ったり甘やかしたりしてくるのでトラオも曇る。ローさん、目覚めて状況を把握したら船長室に鍵かけて1週間くらい出てこなくなりそう。戦国だけはロシなんての最後を誇って別の涙を流すやつだ。あの幸せそうな家庭から海賊になるんだから何かしらの事情はあったんだろう。
からの王族と政府が隠していた白煙の毒で国民は中毒となり周辺国に殺されました。両親は最後まで患者を助けようとしていましたが、駆除されました。妹は病院で焼け死にました。友人たちも優しい仮面をかぶった兵士にみんな殺されました。この時点で胃もたれするって。もうちょっとだけ、地獄が続くんじゃ。途中で、あ、これフレバンス滅びただけじゃ終わらねえわって気づいて顔真っ青にするメンツいそう。気象転結の、気、ってしかないんだよな。ドフラミンゴとかなりの因縁があることはわかってるから、ドフラミンゴが出る前は序章なんだけど序章で大惨事なんよ。多分ミンゴ倒したあたりでルフィがハートのクルーに泣きながら胴上げされてる。胴上げされてるのも泣いてないかそれ。第1幕、フレバンス。第2幕、ファミリー。第3幕、コラソン。第4幕、隣町。運地獄。それぞれの小ハイライト。第1幕、フレバンス。ラミ、お兄様が絶対守ってやるからな。うん、俺、父様や母様みたいな立派な医者になるよ。ラミ、ラミ、お兄様が守って、守らないと。第2幕、ファミリー。どうせ俺は死ぬんだ。もっともっと壊して殺したい。第3幕、コラソン。なあコラソン。俺、死んでいればよかったのかな。なあコラさん。もし生き延びることができたら、あの時の絆をすよ。さしてごめん。第4幕、隣町。隣町、隣町、コラさん、コラさん。絶対助ける。俺は、医者だから。コラさんの愛に報えるために、俺に何ができるんだろう。この後に公開編と七部会編、パンクハザード編、ドレスローザ編、ゾウ編、ワノ国編と続くんですね。わぁ超大作。ハートのクルーは死ぬつもりだったキャプテンに怒ってよいよと思ってたけど、過去知っちゃったら怒らないよな。ゾウの過去は海兵特攻ってくらい政府側が辛くなるやつだ。フレバンスでは罪のない病人を駆除して回って海賊のスパイ行為を見逃して潜入スパイしてる同僚は死ぬんだぞ。シーザーだけは曇らないだろうなって思う。むしろ白煙の方に興味示しそうだしあいつ。シュロロ。白煙病か。面白そうな研究材料になりそう。ぐらいで一緒に見てる全員からさっき向けられそう。コラさんがロー投げ飛ばすの見てナミさんあたり憤慨しそうだけど、最後に、愛してるぜ。と言い残し海賊に撃たれ行くところでベルメールさん思い出しそう。トラオが何したって言うんだ。生き残った。設定モリモリの重要人物になったから。フレバンスに生まれて生き残っちゃったので。ひでえけど何も間違ってないの辛い。世界ちょっと厳しすぎない？やっぱ政府ってカスだねペンギン。大切な人とふるさとを消されて海兵に助けられ、しばらく七部会と関わったという同じ境遇のロビンはどんな思いで見てるのか気になる。お腹滅亡の日、を同時上映して海軍曇らせよう。胃もたれしちゃうから翌日にしません。なおロビンの意思、どっちの上映もきっと当たりは、どっちが悪党かわかんねえな。ってつまらなさそうな顔しながら見てそう。お腹まで上映したら、ローとロビンの会った頃の態度に納得がいってたし疑が曇るな。G5 とか何信じていいのかわかんなくなりそうだ。だってあいつらめちゃくちゃクワだぞ。正義って何なんすかね。前よりの海兵キャラがどう思うかが気になる。どう考えても世界征服素案件だし。水差して申し訳ないけど過去上映会ってめちゃくちゃ悪趣味だよな。麦わらは上映会そのものを暴れてぶっ壊しそう。一番心配なのハートの海賊団のクルーだよ。トラオと同等ぐらいダメージ負うぞ。普通に善良な海兵の人たちはこのやりとり見てめちゃくちゃしんどくなると思う。きっつい。子供に、海兵じゃなくて、よかったなんて言わせてしまったと知ったら、そりゃめちゃくちゃ曇るだろうな。トラオのモノローグ付きってのがこう、えぐさましてる感じある。戦国さんは曇るとかじゃない感情を抱きそう。多分一瞬も目をそらさない。自分の、息子、が命を懸けて守ったこのこれまでの人生だもんな。棺に入れるなんてかわいそうだ。せめて宝箱に入れて差し上げろ。人の心。わぁ、より悲壮さがマシマシじゃないですか。ついでに言うと宝箱の側面にはコラさんの血がついてるやつ希望。そんなの見たら戦国さん号泣するだろ。そういえばベビーファイブはこの上映会で初めて老害なくなった理由、海賊団を立ち上げた経緯、とコラさんの声を知るのか。そういやドフラミンゴってコラさんがなぎなぎの未能力者だってことも、ミニオン島の時にローが宝箱に隠れてたことも知らないんだよな。自分がコラソンに言った、俺のために死ねるよう、教育する必要もあるな。のセリフをローが聞いてたってのも知るわけで、この発言聞いてたと知ったらローが戻らなかった理由もようやく察するかな。
お前に嫌われたくなかったもんで、の発言もロワテの発言だとわかるわけか。この、確かに面と向かっているのはドフラミンゴなんだけど、ゴラさんの頭の中は牢でいっぱいなのほんと。紳士淑女の皆様、本日は上映会にご参加くださりありがとうございます。当館では電電虫での録画や配信、トーンダイヤルでの録音、そして参加者同士での戦闘行為は禁止とさせていただきます。誠に勝手ではございますが、それらに類するものは、効果を発揮されないようになっておりますので、あらかじめご了承ください。また、上映中の会話や飲食は可能ですので、欲しいものなどがございましたら各自お手元の電電虫にお申し付けください。適宜対応させていただきます。長々と失礼しましたが最後に一つ。当館は上映が終わるまで、あらゆる外的要因による開館はございません。開放条件はこれから上映させていただく演目を最後までご鑑賞いただくことです。それでは、お待たせいたしました。本日の上映は、白い街の少年、です。心ゆくまでお楽しみください。みたいな感じか。めちゃくちゃ悪趣味だー。こうしてみるとローの過去ほんと壮絶すぎる。今はハートの海賊団のみんなと幸せに過ごしてくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。